忍び者、またの呼び名は忍者、心構えは精神、つまりは心、正しく生きるべし。忍者十箇条その1、目立つな。その2、敵を作るな。その3、体力をつけろ。その4、集中力を鍛えろ。その5、やっぱライブはいいな。はい。配信じゃね。やっぱ生だよ。はい。一緒の空間がいいよな。はい。え、おー、千次郎くん、反省会でした。反省会、なってないと思います。なっていません。何なんですか今日の応援。あんなんであの子たちが喜ぶと思ってるんですか。喜ばないよ。全然喜びませんよ。はい、はい、ティオ、魂どこに行っちゃったんですか。ごめん柴田君、命張ってないですよ。僕の知ってる柴田君とはもう会えないんですか。いやいや、そんなことは。僕は恥ずかしかった。久ぶりなんですよ、あの人たちの生のライブ。コロナでずっと自粛となってて、ようやくやるってなって、それで抽選に当たって喜んで、久ぶりの生のライブ。それなのにあんな応援でいいんですか。三四郎くん、俺だ、俺の責任だよ。 TO である俺が、トップオーターの俺がしっかりと統一しなければいけないのに、久ぶりの生に浮き足立って、掛け声がバラバラになって、くそ、俺あんな応援しちゃってものすごく恥。いや違うよ、ここ掛け声いらないよ。いや今のは俺が俺を責めた言葉なんだよ。私のせいです。私分かってたんです。ティオのせーのの前に私が先走って何度も殺しちゃったんです。ごめんなさい。俺はそれを感じていた。だけどまとめ上げられなかったんだ。全部俺がクズなんだよ。柴田氏は悪くないんだよ。ティオ、ついでにもう一ついいですか。今さらこんなことを言うのはなんですが、去年の10月ハロプロライブ、バラードしか歌わないコンサート、
みんなで行きました。おあれはよかったね。あの時期にあの子たちは俺たちのためにああいうコンサートをやってくれたんだよな。ライブの帰り道、僕たちこんな会話をしたんです。最高だなこういう形のライブがあるんだよ。一人一曲のバラード全52曲、伊勢レイラが歌った三日月、ああ忘れられないよあの歌声は染みましたね。静かなコンサート、あれはあれでありです私改めて思いました。あの子たちの歌唱力、ハロプロの底力なんだなって。はい、アイドルの原点、ハロプロはすごいんですね。それがツンクが作ったハロプロだよでも欲を言えば飛び跳ねたかったな。まあな、それはな、一緒になあ、じゃあ、あのこのままカラオケに行きます。え、娘の曲入れてみんなで応援しませんか。いや、だけどカラオケは密じゃね。小池に怒られるよ。はい、三密です。三四郎氏、三密の三つって覚えてます？言えます？密集…三秒前…二…一…密だ、密…そんなもんだもん、マスクしてれば大丈夫ですって。あと、ドアノブ触ったら消毒、マイク持ったら消毒、これさえやってればオッケーオッケーですって。娘で盛り上がりましょうよ。大丈夫？俺たち緩んでない？ユリコ怒らない？行きましょうよ娘、みんなで弾みましょうよ。そして僕たちは一番広い部屋を借りて弾んだんです。うん、楽しかったねあの日。僕あの後後悔したんです。もしあそこで誰かが感染していたら、ハロプロファンが感染者となったということで、あの人たちに迷惑がかかったんです。ハロプロコンサートの客感染、娘の歌でカラオケクラスター、そう叩かれても仕方がないことをしていたんです。僕たちは娘のファンとして自覚が足りてないと思います。三四郎くん、考えすぎじゃねえ？どうしてですか？いや、だってライブの帰りだぜ。ライブに行く前にさ、俺たちがそういうことをしてて、で誰かが感染して、そんで会場に行ったとしたら、それは責められても仕方がないと思うけどさ。いや、ライブは終わりのこう完全なプライベートだしねえ。柴田氏、カラオケで一番ぴょんぴょんしてたのは三四郎氏だし、誰よりも声出して待った待ったって私は起きたのも三四郎氏だし、それなのに私たちを責められても。僕は頭でっかちだ。ごめんなさいごめんなさい。気にしないよ、三四郎君はそれだけあの子たちのことを思ってるってことなんだからさ三四郎氏の娘ラブは半端ないということです。そうですか、そんなことは三四郎君、ライブまたみんなで行こうね。はい。あれ、みんなで行こう、みんなで行こうといえば、ほら行こうぜ、そうだみんなで行こうぜ、ほら歌おうぜ、そうだみんなで歌おうぜ、ほら実家おうぜ、そうだみんなで実家おうぜ、ほら愛そうぜ、最高級で愛そうぜ。いや、ダメだよ、これ朗読劇だぞ。いいよ、待ってください、誰かよーいって言いました。よーいは違います、あそこはみんなでうおーです。
おお、本当に聞き間違いじゃないの？言っています。ほー、ほら行こうぜ。そうだ、みんなで行こうぜ。ほー、ほら歌おうぜ。そうだ、みんなで歌おうぜ。ほー、ほら誓おうぜ。そうだ、みんなで誓おうぜ。ほー、ほら行こうぜ。最高級で愛そうぜ。いやー、違う。誰かいやーんって言った。誰かが。俺は全く聞こえてないよ。ええ、私も。本当ですか？僕は誰かを疑ってしまい、恥。僕、恥。三四郎氏、恥。三四郎君、そんなことでへこまないでよ。ね、俺たちは永遠の友達なんだからさ。あ、仲直りの乾杯をしようよ。うんうんうん、あれ、乾杯？乾杯といえば、ダメだよ、これ朗読劇だぞ。で、今度こそ頑張ったからな。はい。朗読って座ってなきゃダメなんですか？だって朗読だからな。だけど立ったり座ったりする朗読だってありますよ。そうだな。よっしゃ、行くぞ。誰かちゃうちゃうちゃう、いい感じって言ってます。三四郎君、それは聞き間違い。聞き間違いとちゃうちゃう。柴田氏、俺はいいと思うな。どう思った？はい、私も三四郎氏なら異議なしです。立派だと思いました。三四郎くん、合格です。何がですか？何の話をされているんですか？実はですね、ディオの代わりを誰にしようかという話がありまして、三四郎氏の名前が挙がったんです。でも三四郎氏優しいから、みんなをまとめられるかなって懸念もあって。待ってください、ティオ引退されちゃうんですか？あら、俺は生涯トップオタだぜ。じゃあどういうことですか？あ、ティオがライブに来れない時ってあるじゃないですか。風邪をひいちゃったとか、貧血とか。言わないで。意外と年食ってるからコロナにかかりやすいとか。そういうこと言わないで。まあ、そういう時のためのサブのティオを決めておこうって、私たち何人かの子さんから決めておこうって。はい、そして三四郎君が今選ばれました。僕がサブ TO。 三四郎氏、今 TO にはっきりと意見を言ったじゃないですか。違うって。あれは普通できないですよ。だって私たちの TO ですよ。でも三四郎氏のアイドル愛がその遠慮という壁を越えたんです。すごいなと思いました。そんなことは。三四郎君は俺の立派な片腕だな。三四郎氏、立派な片腕です。三四郎君がサブ TO。 サブ TO。 サブ TO。 あれ、三四郎君泣いてるの？だって。おい、誰だよ三四郎君を泣かしたやつは。え、サブ TO を泣かしたやつ。
泣かした泣かした誰かがサブティを泣かした三四郎氏、涙は青春の証だぜ三四郎氏、涙は青春の証だぜダダンダダンワン、ツー、スリー、フォー涙は綺麗かサブティオサブティオ涙は青春の証だぜサブティオララ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 ありがとうございます。ありがとうございます。おえよ、おめえら。おたくら、ぶっちゃけ迷惑なんだよ。なんですか、迷惑って。ルール無視じゃん。うちらのエールと会ってねえんだよ。今日のライブぶち壊しじゃねえかなあ、あの子らのファンやめてくんねえかな。おいおいおい、そんなことを言ったってさ、やめろって言ってんだよ。わかった、やめるんだぞ。やめたんだからな。やめません。はあ、今なんて言った？楽しくやりませんか？だってあの子たちはファンの僕たちが揉めることなんて望んでいませんし、僕たちが楽しくしているのが一番いいと思うんです。合格じゃない？え？ディオ、この人だったら大丈夫ですよ。信用できます。大丈夫。さっきの方向。おめでとう！すごいよ、三四郎氏。私、感動しましたよ。そうなんですよ。こんな争いごと、彼女たちは望んでなんかありません。立派でした。おめでとう。わかんないわかんない、何を言ってるのかわからないし、僕この人わかんないです。彼は鵜飼くん、東海地方の TO だ。鵜飼くん、こちらが噂の三四郎くん。こんにちは、鵜飼くんです。名古屋を中心にやってます、よろしくね。実はですね、さっきのサブ TO の試験官が鵜飼氏だったんです。そうなんですか。怖かった。あ、ごめんねごめんね、怖いよね。自分も嫌だったんです、こんな役目。でもやらなきゃって。でも三四郎さん、大事なものだと思いました。だってあの子たちの立場を考えて意見を言ってたじゃないですか。すごいな、東京のチーム熱いなって思いました。あ、びっくりしました。心臓まだドキドキしてます。俺ね、鵜飼氏のお兄ちゃんとは昔一緒に親衛隊をやってたんだよ。親衛隊？オタの走りだ。特攻服を着て俺たちがアイドルを守るんだって、そんな時代だった。兄から何度も聞いてます。乙女塾の子たちを当時フジテレビがあった曙橋の駅で待ってて、ボディーガードをしながら局まで送り届けたと。しだした。夜になるとさ、あの子たちの家の前に行って物陰で張り込んでるカメラ構造を俺と鵜飼氏兄で追い払った。兄から聞いてます。待って待って、それってアイドルの子の家の前に行ってたっていうことですか？そんなことしたら嫌われちゃいます。時代だな。逆に感謝された時代だった。お母さんにカメラ小僧を追い払ってくれてありがとうなんて言われながらね、お茶をご馳走してもらってた。おお、兄から聞いてます。それって親戚レベルですよ。つか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 質問、乙女塾って何ですか？あ、そうです、
誰ですか、うん、おい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 、鵜飼氏、弟は知ってるよね。兄から何度も VHS を見させてもらってます、うん、ではご一緒に。おい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 、乙女塾知らない？知らないの？そんなことを知らないで今まで俺と一緒になってお洋服をやってたね。うわー悲しいよ、 TO 悲しすぎるよ。すいませんでした。1989年から91年にかけてフジテレビが運営してたタレント育成塾、それが乙女塾。85年誕生のおにゃんこクラブが当たったフジテレビが2匹目の土壌ってやりだしたスクール、それが乙女塾。オールナイトフジ女子高生スペシャルにヒロミが出てバーンって言って、でそんでその後にリボンが結成されて、あれもしかしてヒロミピンと来てないの？あらららら、そのお顔来てないよね。待ってね。だと思ってスタンバイしてます。あららら、さすが鵜飼氏弟。これです。この人？これ？この人？知ってます、知ってます、この人。これがヒロミ、長作ヒロミ。はい、バリバリの女優さんです。顔、全く変わってないですよ。そうなんだよ、すごいんだよヒロミは。今ね、二人の子供のママだ。結婚してるんですか？相手はどんな人なんですか？ファンですか？一般人ですか？三四郎くん、何、結婚相手不安だと思ったの？三四郎さん、ファンが、オタがそこを望んだらおしまいなんです。自分たちは応援する人、お気に入りと出会ってしまったら死ぬ気で応援するだけです。付き合いたいとかデートしたいとか、ましてや結婚したいとか、そんなことを思ったら負けだと思います。そう、負けなんだよ。彼女たちもいつかは恋愛をして結婚する、その時気持ちよく送り出してあげるのが本当のオタの姿なんじゃありませんかって。もうよし、ここへよ、一緒に叫ぼうぜ。負けなんだよ、負けなんだよ。あれ、今さ、柴田氏叫ばなかったよね。あら、妖精よ、叶わぬ夢を見ると痛い目に遭うのは自分だぞ。三四郎氏、ちょっと席を外してもらってもいいですか？はい。あそこでいいです、耳を塞いでいてください。はい。柴田氏、何、俺に反抗しちゃってんの？今俺が喋ってたんだよ。あんなこと言ったら三四郎氏がかわいそうすぎますよ。あ？どういうこと？彼、何をしに東京に来たんですか？結婚相手を探すためですよね。それなのにオタにハマっちゃったんです。あの人の頭の中では結婚相手イコールアイドルになっているんですよ。夢を諦めないで岡村孝子です。夢を見るくらいいいじゃないですか。アイドルと結婚をしたい、お付き合いをしたい、その夢を否定するのはあんまりにも無謀すぎると思いました。すいません、反抗して。あの、どういうことですか？彼、三四郎さん、結婚相手を探すために東京に来たってどういう人なんですか？三四郎氏、伊賀の忍者なんです。忍者？伊賀の里、後継者がいなくて一族の指名を受けて花嫁さんを探しに東京に来たのに、おた地獄にはまっちゃったんです。伊賀の里、後継者？はい。彼が？はい。一族？はい、トライブです。エグザイルトライブじゃないですよ。伊賀一族です。三四郎氏については、まあ、
話せば長いんですけど。短くていいです。手短に。三四郎氏、伊賀の里で静かに暮らしていたんです。毎日、鳥や猿、キツネ、タヌキ、イノシシ、モグラたちと追いかけっこをしていたと言ってました。あ、鳥と猿と追いかけっこ？待てよ！はい、猿くん捕まえた。次はキツネくんだぞ！待て！本当の話ですか？あとは本能寺の変ごっこ。本能寺の変ごっこ。本能寺で織田信長が明智光秀に殺されたので、次は我が主君徳川家康が狙われるという設定らしいです。明智殿が織田信長を殺したぞ。次は家康様のお命を狙ってるとのこと。なんだと！徳川様を守れ！守れ守れ！伊賀の力を持って守るんだ！おお！一人で何役もすごすぎる。そんな三四郎氏を見ていた伊賀の里の長老がこう言ったそうです。三四郎、毎日毎日こんなことをしてて飽きないのかい？明智光秀ごっこの何が楽しい？長老、違います。ん？違うと？本能寺の変ごっこです。おお、そこそこ、すまなかったな。一つ言っておく。この世で本能寺の変ごっこをやってる大人はお前だけじゃ。本当ですか？そんなに嬉しいのか？そうかいそうかい。他の人の前ではやるなよ。三四郎、伊賀の一族、お前の代で終えようと思っておる。なぜですか？なぜ伊賀の歴史を閉じようとするのですか？お前がバカだからじゃ。この一族を継がなければならない誰かさんが毎日毎日猿や鳥たちと遊んでいるか、明智光秀ごっこ、いや違う、本能寺の変ごっこ。どっちでもいいよ、そんなこと。いやいや、お前がこだわったんだろ。伊賀がなくなるのは嫌です。三四郎は嫌です。ならば嫁さんを探すのじゃ。三四郎の嫁さんを。三四郎のお嫁さんを。三四郎、我が一族の行く末のために、伊賀のために、お前が愛する花嫁を探してくるのじゃ。この三四郎、死ぬ気で我が命を削り、伊賀のために、一族のため、三四郎の嫁さんを探してきます。三四郎は走った。愛する花嫁を求めて、結婚してください。未来を信じて、愛する人を求めて、お嫁さんになってください。三四郎はひたすら走った。子供欲しいんです。結婚してください。かいつまめばこんな話です。そしてオタになってしまいました。それ何年前の話なんですか？5年前だ。とじゃあ彼、お嫁さん探しをよそに5年間ハマっちゃったんですか？東京に。特に秋葉に。あの子たちにどうして止めてあげられなかったんですか？いや、それは無理だろう。出会っちゃったんだよ。見つけちゃったんだよ。あの子たちを見つけたら応援するしかないじゃん。はい、いや、わかりますけど、でもですよ。僕たちの力でスターにさせてあげるからねって。俺たちは心と心で会話するわけじゃん。もう心の会話をしちゃったらそれは約束じゃん。約束は裏切れねえよ。
間違ってるかな。間違ってません。三四郎君、初めて秋葉に来た時、握手会でさ、結婚してくださいって言ったんだよ。いやー、周りにいた俺もアイドルたちもドン引きだぜ。そうなりますよ。それから毎日いろんな会場に行っては握手会でさ、結婚してくださいの連発だよ。相手は誰でもいいんだよ。怖いよ。まあ、そうこうしてたら2ヶ月も経たないうちにアイドルたちからさ、お前通って呼ばれ出したんだよ。え、マジですか。あれは衝撃的な事件でした。ド S アイドルからの最高の称号、お前いつもいるねの、お前通呼ばわり。それはすごいことです。そうなんだよ。すげえんだよ三四郎くん。あっという間に秋葉の有名オタの仲間入りでした。かっけー、かっけーよ三四郎さん。三四郎さん、三四郎さん、聞きましたよ。三四郎さんの秋葉武勇伝、またたく間に秋葉のお前いつオタになったんですって。はい。お前いつってよくお金が続きましたね。5日分のご飯か2時間のライブか何度も悩みました。でも行かずに後悔するより行って後悔しろ。はい、これ名言だよ、覚えておいて。はい。僕、あの子たちとの出会いも嬉しかったけど、それ以上に T.O. と出会えたことで人生が変わったんです。俺何 T.O. のアイドルラブ、半端ないんです。あれが僕の心を震わせた原点になっているんです。おい、よしてよよしてよよしてよ。そうだ。よ、T.O. おい、なせんなってのよ、お前。よ、よ、え、いや、なんだよ、よ、よ、T.O. おい、そこのお兄ちゃん、今何に燃えてるんだい。熱くなってるものはあるのか、ない。おい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 、そんな人生クソだからな。日曜日目が覚めて顔洗ってテレビつけて、気づいたら山口たちだと永瀬がいない鉄腕ダッシュが終わってる。そんな日曜日クソだからな。土日に必ず行くところがあるってものすごく幸せなんだぜ。今日一日何をしようかなってないからな。はい。アイドルは経済だから、俺たちがお金を落としたくないとあの子たちは食っていけなくなっちゃうし、事務所も活動費が回らなくなる。それを助けてあげるのが、席1枚2000円。高いよ。でも買うんだよ。春休み、夏休み、冬休みになると、ライブが増えて月10本のイベント。いくさ、CD が発売されました。CD が発売されました。リリースイベントの聖地は池袋サンシャインシティ噴水前広場。 CD 購入の特典、握手会とチェキ撮影だけど、今日のイベント人がなかなか集まってないなって思った時、俺たちは何度も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 並んで、この子は人気があるんだよって思わせんの。これをルーム握手したいからじゃないんだよ。この子に恥をかかっちゃいけないんだよ。俺たちが彼女を支えてるんだっていう使命感なんだよ。お気に入りと出会っちゃったらその子のために人生捧げるって言っちゃうしかないじゃん。 CD 買うよ最低3枚、 DVD ブルーレイ買うさ最低3枚、鑑賞よ、保存よ、知り合いにあげる、お布施よ。分かってるわ。あんたって、だけどこれをやり続けることしか境地がキープできないんだよ。握手会の時なんか最悪だぜ。今回は20枚でいいからこんなこと言っちゃってんだよ。もう財布の中カラッカラだぜ。俺はある時考えたんだ。アイドルは劣化とともに卒業してるけど、オタは永遠なのか。誰、俺今卒業の時なのか。俺はつくと同い年なのにオタをやってていいのか。いいんです。
だって俺たちがアイドルを支え、アイドルが俺たち太田に愛と勇気をくれてんだ。これギブアンドテイクだから、俺たちがいるからアイドルがいる、アイドルがいるから俺たちがいる。これは決して俺たちの片思いなんかじゃない。もう一回言うぜ。これギブアンドテイクだから。じゃあみんなも一緒に、これギブアンドテイクだから。じゃあもう一丁、これギブアンドテイクだから。皆さんもご一緒に、これギブアンドテイクだから。ありがとうございます。おーちゃん、おーちゃん行ってみようか。ちょっと待てよ、行くぞ行くぞ。はい、おーちゃん、地獄を引きずり込んじゃったんだ。原因は俺だったんだ。これ以上三四郎氏に夢を見させちゃダメだと思う。この人、このままだと織田人生で終わっちゃう。いや違う、三四郎君の本当の幸せ、このまま太田でいいんじゃねえのかな。だってさ、こんなにキラキラしてるんだぜ。彼はここにいちゃいけないんだよ。お嫁さんを見つけてふるさとに帰らせてあげたい。それが三四郎氏の幸せなんだ。俺はどうしたらいいんだよ。TO の言葉はズドンとここに来ます。最高です。三四郎君、あのさ、僕サブ TO として頑張ります。その意気です。三四郎さん狙ってきます。いや、鵜飼君、皆さんサブ TO の言葉を聞きましょう。鵜飼君、緊張しています。頑張れ。三四郎くん、そういうのは今日でなくてもいいからさ。あ、じゃあ今日はさ、そろそろ解散ということで。努力、未来、A beautiful star。 努力、未来、A beautiful star。 努力します。努力、前進、A beautiful star。 努力、前進、A beautiful star。皆さんの幸せと平和を考えて努力前進します。了解しました。前進しましょい。それでは今日はそろそろ。アイドルっていいですよね。いいよね。ティオ、僕たちがアイドルを育ててるんですよね。そういうことだね。俺たちがいるからアイドルがいる、アイドルがいるから俺たちがいる。決して俺たちの片思いじゃない。もう一回言って、これ。どうしたんですか、ティオ。三四郎くん、結婚をしたいんだよね。はい。本気で結婚したいんだよね。はい。僕が結婚しないと伊賀の里が途絶えてしまいます。何としても花嫁さんを見つけて里に帰って子孫を。結婚相手、まあ現役アイドルは無理だけど元アイドルでもいい。なんですかその隠し玉みたいな話は。俺は親衛隊から始まって、そのうちにオタって呼ばれて TO に上り詰めた男だ。お前が応援しまくったアイドル、てっぺんを取らせたアイドルは数知れない。それは
俺からの無償の愛のテイク。彼女たちもそれは分かってくれてる。ならば今こそギブをいただこうと思う。ギブ？うん。三四郎君の結婚相手だ。おお。結婚してない元アイドルは大勢いる。おお、うん。俺が一生に一度のお願いをすれば必ずいる。ギブだ。おお。三四郎君、どう？嬉しいです、嬉しいです。オタが元アイドルと結婚、それはすごいことになりますよ。自分たちの世界に果てしない夢が広がる。ああ、ジオ、心当たりは あるんですか？ある。中森明菜だ。デザイア、永遠の歌姫だ。スローモーションでデビューしたアキナを見かけたとき、俺は原石を見つけたと思った。必死に応援した。ゲラ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 パリだ。新エヴァの中で俺は末端だったが、俺のエール叫び声は必ずアキナに届いてるはずだ。少女へセカンドラブで飛ぶ鳥を落とし、その後のデザイア、あの歌でアキナはアイドルから歌姫に変わった。デビュー当時のキャッチフレーズ、ちょっとエッチなミルキッコーの面影はそこにはなかった。そして俺の役目は終わったと感じた。アキナはまだ独身だ。まあ彼女は今お休み中だが、復活に備えて俺はいつでもスタンバイ OK だ。もし三四郎君が、まあアキナがお好みでないと言うなら、河合直子、柏原芳恵、浅香唯衣、他にわらべ T.O. 無理です。なぜだ？その当時末端だった T.O. のことなど中森明菜は覚えていないと思います。つか T.O. がいなくてもてっぺんに押し上がった人です。え？つまりギブアンドテイクにはならないかと。あ、じゃあ河合直子はどうだ？ね、キャッチコピー、微笑み爽やかカナリーガール。結婚して子供がいるはずです。う、じゃあ浅香唯衣だ。うん。誰ですか？スケバンデカ風間さん姉妹、三代目浅宮咲。キャッチコピー、フェニックスから来た少女って。これね、あの宮崎出身だからフェニックスってなってる、ね、結婚してるはずです、ミュージシャンと。いつだよ？いいよ、仮にその人たちが独身だったとしても50歳前後です。え、私のお母さんと変わらないの？僕、柴田氏のお母さんと結婚するんですか？そういうことじゃないと思うよ。よかった。彼、バカなの？仮にあの人が結婚できたとしても真っ当な生活はできないと思います。だってバカですよ。そんなこと言う、そんなこと言っちゃダメ。三四郎君、うん、今度会うまでにさ、あのリストを見つめ直してくるからさ、待っててくれる？はい、三四郎は待ちます。 T.O. 80年代アイドルではちょっとお年が、その次の世代の元アイドルをお願いします。分かってるって。 T.O.長崎ひろみ、お願いします。ひろみはもうママだから、うん、それに近いのをね、うん、バカだ。三四郎氏、結婚か、いいね。三四郎氏が花嫁さんを連れて伊賀の里に帰ったら、伊賀の人たちお祭りでしょうね。はい、喜ぶと思います。だって長崎ひろみですよ。長崎ひろみは結婚しちゃってるから別の人ですけどね。え、そうなんですか？さっきまでの会話聞いてなかったんですか？うわ、ショック受けてる。
三四郎氏、大丈夫ですよ。T.O. がきっと極上な結婚相手を紹介してくれるはずです。元娘とか。娘ですか。可能性はゼロではないと思いますよ。無理だよ。この人が結婚なんて。もし私が元アイドルの女の子で三四郎氏を紹介されたら完全に引く。だって怖いもん。そんなことを思いながら、実は私は楽しんでいた。ティオは誰を紹介してくれるんだろうか。時間はあっという間に過ぎて、約束の日がやってきた。三四郎君、正直に言う、驚いてほしい。90年代はアイドル冬の時代と言われた。そんな時代に登場してきたのがアイドルグループだった。そして俺たちがオタと呼ばれ出した時代でもあったんだよ。はい、菅野美穂がいた桜っ子クラブ桜組、中谷美紀がいたキーウエストクラブ、篠原涼子の東京パフォーマンスドール、他にはお色気お姉さんの CC ガールズや、沖縄から突然現れた天才グループのスピード、安室奈美恵のスーパーモンキーズ、乙女塾のリボン、長作ひろみ、そうだ、長作ひろみのリボンだ。はい、全滅だった。これには俺にも要因があったんだ。うん、オタとして活動を始めた俺だったが、彼女たちから見た俺は一不安としか映ってなく、電話をかけまくったが警察を呼びますと切られた。おい、安心してくれ。本題はここからだ。俺がオタとして頭角を現したのは2000年代だ。つまりはハロプロだ。おお、モーニング娘、タンポポ、ミニモニ、WU、太陽のシッコモン、プッチモニ。この頃はツンクのやりたい放題だ。天才ツンクが仕掛けることは何をやっても当たった。俺たちも必死になって応援をした。横浜アリーナ、聖地中野サンプラザのコンサートでは声が枯れるほど死ぬ気で応援した。ここからが肝心な話だ。はい、はい、俺はあの子たちを知ってるが、あの子たちは俺を知らなかった。今回電話をしまくってそれが判明した。ティオ、つまり全滅ということなんですね。安心してくれ、本題はここからだ。柴田氏、俺の歴史をなめんじゃねえぞ。はい、ツンクのおかげでアイドルグループに火がつき、そこに目をつけた秋元康が秋葉で AKB を仕掛け、それがヒットしたことで俺たちオタの存在が確立した。オタがアイドルを作ってる、オタの応援数でスターになれる、彼女たちを抱えてる事務所も本人たちも俺たちの存在の意義を理解し始めた。ちょうどその頃俺は秋葉の T オタだった。2010年代は俺の時代だ。俺を知らないアイドル、そいつらはモグリと言われた時代だ。俺たちがアイドルを育てたんだ。俺の電話にみんな驚き喜んでくれた。三四郎君のことを話した。はい、厳しかった。アトセブンティーン、チュンプス、電波組、スーパーガールズ、チェリーブロッサム、仮面女子、ライブベリー、キャンディーズ、ダンシングプリンセス、ハニースパイス、ゆるめるも、ほか多数、次々と玉砕した。玉砕。T.O. の力をもってしても、かすりもしなかったんだ。その中で、一人だけいた。え？三四郎氏、いたよ。
いましたよ。はい、はい、嬉しいです。誰なんですか？アイドル当時の写真だ。うわっ、うわっ、ティオ、この人って名前は言うな、言わないでくれ。なぜですか？これからの展開を考えるといろいろと問題になると。今の時代、壁に耳あり障子に目ありなんてもんじゃねえんだよ。ちょっとしたことがすぐに拡散されちまう。だからこのページは危険なんだよ。とってもデリケートにいきたいんだよ。はい、はい、この写真を見て二人が驚くのは無理はないと思う。本当にこのお方が結婚をしてもいいって言ってくれたんですか？だって誰もが知っている。それ以上言うなって。はい、茶一郎君、彼女はまずはお付き合いからならと言ってくれた。え、結婚じゃないんですか？いや、会ってもいないのに結婚は無理だよ。そうですよね、そうですよね。焦りすぎてますね、うん、お付き合いだけでもすごい、このすごいことですよ。だってこの人は言うなっつうの。三四郎君、まずはお付き合いだ。そこから発展して結婚に向かうかは二人次第だ。二人次第。はい、これは前進です。努力前進の前進ですよ。そしてここからがとってもデリケートな問題だ。今から見てもらうのは現在の写真だ。ドーン。同じ人ですかね？同じ人だ。やばくないですか？首筋のシワ、眉の下がり方。同じ人だ。この老け方は私のお母さん。お母さんじゃない。お母さんに見えるかもしれないが決して違う。だけどあのヒット曲を歌った時は。言うなつの。お前本気でやばいんだ。長崎ひろみがいい。長崎ひろみのことは忘れろ。長崎ひろみってあの人はさ、異様なんだよ。多分チョコラ BB がすごいんだよ。いい？人間誰もがさ、老化する。この写真の人、これが普通なんだって。うん、みんな年を取るの。うん、目尻も下がる、尻も下がる。これマッサージしても下がるもんは下がる。だからね、お断りをしてください。え、ごめんなさい。贅沢を言うなよ。俺精一杯やったんだよ。元アイドルで OK くれたのはこの人だけなんだよ。田代君、断んの？ごめんなさい。T.O. の顔を潰すようなことをして。だけど、いや、俺の顔を潰すとかそんなことはどうでもいいんだよ。もう俺の顔なんて気にしないでくれよ。もう一度確認するよ。断る？断っちゃうの？ねえねえ。ねえ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 。本当に断るの？俺の顔はどうなんだよ。ごめんなさい。三四郎氏、私の両親実は来月離婚するんです。もしよかったら私のお母さんに。私、なぜ一人
見つけてきましたよ。え、新しいアイドルですか？おいおいおい、会場どこ？行こうよ行こうよ行こう。三四郎さんの結婚相手です。え、本当ですか？元アイドルではありません。長作ひろみにも似ていません。31歳、結婚経験なし、文具メーカーで働く OL です。一般人？無理です無理です。三四郎氏がアイドルオタと知られたら惹かれるに決まってます。オタということも三四郎さんの事情も話をしました。結婚したら三重県伊賀の里に住むことになることも伝えました。おい、オタと言った。あ、そうしたら承知をしてくれました。おお、三四郎氏、こんなすごいラッキーはないですよ。絶対ないです。そんなお方が結婚してくれるんです。もう即決です。いや、でもだってそうですか。写真です。彼女は一度お会いしたいと言ってます。善は急げと思うので日にちを決めませんか。ちょっと待ってください。何ですか？この人、写りのせいかな。なんか、暗くないですか？なんか、地味っていうか、三四郎君の好みに合うような、合わないような、なんかそんな気がするな。本気ですか？え？皆さん、どうしちゃったんですか？あ、そっか。T.O. が元アイドルとなんちゃらと言ってたから標準がそこになってしまったんですね。よく考えてください。あの人たちは完成形なんです。どうしてそこに魅力を感じるんですか？我々はオタなんですよ。未完成を発掘してスターに育てるオタなんですよ。おお、そうです、そうです。あの子たち、もともとはそんなに輝いてはいませんでした。だけど自分たちの応援声援で、握手会の時の自分たちの言葉で輝く女の子にしていったんです。オタの喜びはそこにあるんじゃないですか？おーおーおー、そうだよそうだよ。三四郎さんにはその力があるんです。写真のこの人をキラキラと輝かせていくのは短期間で秋葉のお前継ぎになった三四郎さん、あなたの使命だと思うんです。違いますか？資格はありません。そうです。その気持ちで自分だけのアイドルを作ってください。僕だけのアイドル。追加情報があります。彼女はアイドルオタです。三四郎君。三四郎氏。我々の仲間です。おお、女性の結婚の条件ランキング1位は一緒にいて楽しいこと、2位一緒にいて気を使わないこと、3位価値観が近いこと。アイドルオタ、価値観が一緒だ。三四郎君、こんな巡り合わせは二度とないぞ。はい、その方に会いたいです。やっと食いつきましたね。だってお見合いですね。お見合い、初めての二人の出会い、最初が肝心なんだよ三四郎氏。おお、柴田氏、どうした？なんか知るやつだな。実は私は13回ほどお見合いをしたことがあるんです。オタ一直線になった頃、このままでいいのかと悩んだ時に社会復帰したくて。オタ卒を考えてたのか。登録しました。相手への条件は一つだけです。趣味、アイドルまたはライブ鑑賞の女性。13人いました。13人全滅しました。同じ趣味なのに。悲しい音楽をください。理由は想像以上の私のオタ臭だと思います。そしてそれ以上にお見合いを甘く見ていた私の認識不足でした。
服装、話し方、振る舞い、すべてにおいて準備不足だったんです。あの時の恥ずかしさ、あの時私を蔑んだ女たちの目は忘れられない。残酷だ、生身の女の子ってこんなにも残酷なのか。だから私は二度と三次元の女子には恋をしないと決めた。三次元女に興味を持たないために二次元を好きになる努力をしてるんだ。音楽ありがとうございました。私はなかなか司法試験に受からず、気持ちがめげかけたことが何度もありました。そんな時、私を力づけてくれたのがこの歌です。私は気持ちが折れかけた時、何度もこの歌を聴いて元気をもらいました。どうにかこの歌を聴き、どうにか司法試験に受かることができました。ぜひ立ち直ってまた私たちに元気をください。何ですか？彼の判決の時に裁判官が言った言葉です。いや、キワキワだよ。この状況で今なんて返したらいいんだ。三四郎氏に分かってほしい。私みたいになっちゃダメだ。結婚してほしいよ。うん、三四郎くん、柴田氏のためにもさ、この見合い勝つぞ。はい、頑張ります。柴田氏、アドバイスをください。それでは私の体験、失敗による傾向と対策をお伝えします。私のお見合いはパーティー形式でした。13回の経験で分かったこと、それは第一印象は6秒でほぼ決まります。6秒。初対面の時の自分の名前、そしてこんにちは、はじめましての挨拶です。6秒、できるかな。私はそれで失敗した。三次元の生身の一般の女子を前にした時の緊張感は想像以上と思ってください。声は上ずり、ひっくり返り、言葉は喫音となり、目はうつろで、こんにちは、私は柴田氏でござ、柴田です、あの私の柴田、大失敗でした。でも冷静に考えたらできたはずだって分かったんです。なぜなら私たちは何度も経験していたんです。経験を？どういうことですか？接触、握手会。デビューしたての地下アイドルの握手会の時間は30秒、人気が出てきたアイドルの握手会の時間は10秒。そうなんです。思い出してください。私たちは10秒で何度も何十回も何百回も足跡を残してきているんです。言われればそうだ。俺たちはあの短い時間の握手会で滑ってもいい、嘘をついてても印象に残ることをしてんだ。おお、三四郎君、やればできる。はい、6秒間に全てをかけるんです。自分の名前をしっかりと名乗り、爽やかな挨拶です。伊賀の三四郎です。こんにちは。今日はこんにちは。伊賀ののはいらない。もうこんにちはは1回です。6秒を有効的に使いましょう。そして笑顔ですよ、笑顔。はい、そうですよね。はい、この6秒を通過したら次の勝負は3分だと思ってください。3分も？いや、10秒30秒に人生ぶち込んでる大谷、3分は無理だろ。やるしかないんですよ。思い出してください。私たちはあの子たちと、もっともっと話したいはずです。こう後ろにいる人の係員の人に時間と言われても
話をしている時あるじゃないですか。だけどあれは係員に引き剥がされることを想定して喋ってるから喋れるんです。あのままずっとって言われたら自信はありません。聞き上手がモテ上手です。聞き上手、思い出してください。ビギナー音たちの初めての握手会の姿を。あ、そっか。彼らのミスはやたらと自分の話をすることです。自分の名前、ニックネーム、趣味、ハマってるゲーム、好きな料理、好きな…知らねえよ。アイドルにとって見ず知らずのファンの好きなことなんて1ミリも興味なし。あの子たちが喜ぶのはズバリ自分に関係のある話だけです。あなたのファンになったきっかけを話す。劇場公演で見た君の魅力、感想を話す、うん、彼女が昨日ツイッターに書いていた内容の話をする。その言葉一つで。本当ですか？嬉しい。この時、実はこの時、私たち子さんのオタはあの子たちへのベラしゃべりしてくる姿に、うんうんうんって聞いてあげるんです。そうだ、そうだ。そしてあの子たちは褒められると笑顔を見せてくれることを私たちは知ってる。知ってる。あの子たちは質問形式の会話にすると食いつきがいいことを私たちは知ってる。はい、はい、この瞬間心は両思いなんです。わかる、わかる。俺ね、前にこういうことがあったら、うん、通いすぎて金欠になって、ああこれでこのことは最後かなって思ってやってたこの握手会ね、多分俺の顔出ちゃってたんだよ。で、彼女からあまり無理しないでねって心配されちゃったんだよね。いい子だ。だから俺は言ったよ、来月から給料上がるんだよ、心配無用。大人。もうその領域は、二人は付き合ってると一緒ですね。完全に愛し合ってます。精神的カップルです。わかる。もうなんか照れちゃうな。三四郎氏、私たちは話そうと思えば話せるんです。はい、3分やってみます。3分が経過したら次は30分、45分、60分。そんなに無理です、ダメです、ダメです。そんな弱気でどうするんですか。見合い、奥にはハードルが高すぎます。いけないです。オタの精神、行かずに後悔するより行って後悔しろ。三四郎さん、三次元女子、恐れるに足らずです。お見合いは握手会のロングバージョンです。三四郎くん、行ってこい。もし会話が続かなくて持て余す時間ができたらどうしたらいいですか。結婚したいんですよね。はい。楽して結婚できるなら誰も苦労しないんです。喋りなさいよ、努力しなさいよ。一般の方が結婚していいっておっしゃってくださってんだよ。私がその人と結婚したいよ。そんなに嫌なら変わってよ。私がするよ。向井さん、私じゃダメですか。14回目の正直を私にください。いやいや、しじまだし、ちょっと落ち着こうかね、うん、こんなヘナチョコな男ではなく私に、うん、私のこの人を大切にします。私が大切にしますから。私じゃダメなんですか。私じゃ、私じゃ。三四郎さん、本当に結婚したいの？あ、はい。本当に忍者なんですか？はい、伊賀の。お前、バカだろ。一度死んでくれ。え？伊賀の忍者というのは、そんなに口が軽いものなのか。ペラ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 と自分の身分をよくもまあ他人に話せるものだな。あんた誰なんだ。
どこまで鈍い男なんだ。俺は最初に名乗ったぞ。名古屋の鵜飼と。名古屋の鵜飼、織田信長に仕えていた甲賀忍者。鵜飼孫六の子孫だ。200人の甲賀忍者を率いて三河、今川家の上の豪城に忍び込み、かく乱をしたという伝説の総大将。その子孫がどうして。あの頃、戦国時代は甲賀と伊賀はいがみ合っていたが、江戸時代になると互いに協力をし合い、徳川様を守るお役目を仰せつかった関係だ。ここまで言えば理解してもらえると思いますが。まさか。徳川の末裔を守りしているのは伊賀だけではない、甲賀一族もまたしかり。同志なんですね。気安く言うな。お前にはその資格はない。どういう意味だ。己の身分を明かすことなく徳川様を見守りお守り続ける、これが甲賀忍者の掟だが、お前は自分の存在を誰かで構わず嬉しそうに教え、のうのうと生きている。そんなことで我らのお殿様を守れると思ってるのか。忍者、それは忍び。心構えは心を正しく生きるべし。忍者十箇条、その1、目立つな。その2、敵を作るな。その3、うるせえよ。そこだけ格好つけるな。この人と結婚するんだ。彼女はくの一だ。くの一？そう、女忍者。コスプレイヤーですか？本物だよ。この時代に存在しているのですか？先週三四郎さんと出会った俺は、地元尾張に戻るなり、我が一族にあなたのことを、身分を隠さずに生きている伊賀忍者の末裔がいることを報告した。我が親方様たちは激怒だ。今この時代に潜んでいる我々忍者の存在を知らせてはならぬとの命令のもと、結婚願望が強いあなたにはとっとと結婚をしてもらい、これまたとっとと伊賀の国、三重県に帰ってもらうことになった。その花嫁が甲賀一族のくの一です。彼女も納得してくれています。くの一、ご存知のようにくの一は目的遂行のためなら何だってやります。何でもやる。彼女もあなたに対して怒ってましたよ。忍者の風上にも置けない男だと。結婚をして私が教育をし直すと言ってくれました。まさかのカカア殿下。しっかりと尻に敷かれてください。僕だけのアイドルになるというのはあるわけがないだろ。ちなみにくの一、俺の妹だ。結婚後はお前の行動は全て妹の監視体制下になる。裏切りがあった場合は迷いなく殺すはずだ。だが誠実に暮らしを遂行すれば楽しい夫婦関係になるはず。怖いよ、怖いよ。これを守ってもらわなければ甲賀と伊賀は敵対関係となります。それはお互いの一族は望んではいないことかと。僕のせいで伊賀と甲賀が。そんなのは嫌です。だったらさ。三四郎君、ごめんごめん。柴田氏、落ち着いた落ち着いた。三四郎君、ごめんね。取り乱しちゃった。焦っちゃった。嫉妬しちゃった。
だって結婚ができる三四郎氏が羨ましくてさ。はい、素直に反省文を言葉にしました。柴田氏は成長しました。ごめんね。あれ、三四郎君どうしたの？顔が一気に沈んでるよ。いえ、三四郎君、俺考えたよ。三四郎君とは離れたくない。ティオ、今さら何を言ってるんですか？三四郎君がこの町に残ってくれるなら俺鍵締めを譲ろうと思う。鍵締めをですか？鍵締め？握手会の時最後に握手する人です。最高のステータスなんです。それを三四郎氏に。鍵締め。三四郎さん、決めてください。オタと結婚、どっちの道を選ぶんですか？己の欲と一族の期待、どっちの道を歩むんですか？僕はお嫁さんを写真のこの方と結婚をし、伊賀を守ります。ティオ、どうですか？いいと思う。すごくいいよ。俺感動したよ。三四郎君、とってもよかった。完成してるよね、柴田氏。私、泣きそうでした。男が最後に選んだのはふるさとだった。いい話です。完成です。完成というのは何でしょうか？今コロナで俺たちの店スナックズがやばいじゃん。でね、新しいショーを考えて盛り上げなきゃって。それがこれ。タイトルは三四郎のお見合い。三四郎くんがオタを取るかふるさとを取るか、そこに至るまでに伊賀と甲賀忍者の過去の確執を入れたり、13回の見合いで敗れ切った男の悲哀も入れて、さあ悩める三四郎はどうなる、どうする、どうなっちゃうんだって。どうよこれ。ふるさとのために自己犠牲をした三四郎氏、感動でした。分かりません、分かりません。何を言ってるのか分かりません。だって鵜飼さんはお店の人ではないですし。こちらの人は舞台などで活躍している立方弘和さんね。いやどうもどうも、立方弘和と申します。通称立様。B 型魚座蛇年。まあお人よしな性格でございます。あ、エンターテインメント集団コンボイのメンバーでもあり、歌って踊って役者ができる存在でございます。ああ、時々人から綺麗って言われます。そういう時はうん知ってるって答えてます。まあそんなお茶目な僕ですけれども、今後ともよろしくお願いいたします。さすがだな、やっぱしっかりまとめてくるよね。なんでもさ、なんかエンタメ界も大変らしいんだよ。なんか舞台がキャンセルだ中止だってね。それでこのバイトをしてもらったの。やっぱ違うよね、役者さんは。なんか間が違うし、もう呼吸が違うもんな。ランランさんからこういう流れでエチュードをしたいと言われてから、オタの勉強や
甲賀忍者の歴史を調べたりも大変でした。ほら、こういうことだよ。勉強しちゃうんだってね。こんなバイトでも芝居となると勉強してくんだよ。いやー、本当に大したものです。もう全く話を合わされないときは兄から聞いてますって逃げました。言ってました、言ってました。ああ、途中リアルに驚いたのは、一人何役もやってた本能寺の変ごっこ。あの時はガチですんげーって言っちゃいましたよ。いやー、大したもんだよ、立方さん。なし、私、ええ、あ、もし事務所を探してるんであれば、あの株式会社 LDH ジャパン。よしなさい。あんた所属されてる人なんだから問題は起きるでしょっつの。あ、ごめん。三四郎くん泣いてんの？僕まだこの町にいていいんですね。オタやってていいんですね。そうだよ、ここにいていいんだよ。いていいんですね。くのいちの花嫁さん怖かった。あれ、ここにいていい、ここにいていいといえば、いやいやいや、これだろ、だめだ、だめだぞ、朗読劇だぞ、もうこれでエンディングなんだよ、最後我慢だよ。みんなと踊りたい。コロナが終わるまでの我慢、我慢だよ。その時は皆さんと一緒にバカ騒ぎをしたいと思います。